どうも皆さん、キミ F です。積みゲーを崩すキャスト、そしてライカンスローン遊んでいきたいと思います。こちらシュレインなどを、ね、作ってらっしゃる方の、悪魔女ドラキュラ風 FPS ということで、でこれライカンスローン2ってなってるんですけど、Steam の方で無料で配信している、1と2が一緒になっているやつなので、ね、まあ、せっかくなので1から遊んでいきたいと思います。で、1がステージクリア型で2がオープンワールドらしいんですけど、まあとりあえずやっていきましょうか。悪魔城はね、私も何作かやってて好きですからね。海、はい。あー、音楽っぽいね。あ、この船でやってきたんだね、私は。なんかいるのも早速。ちょっと待ってください、私がうるさい。私のヘッドホンがうるさかった。はい、ああ、はい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 。で、斧が獲物なんで、左の方が、ライカンスローンっていうぐらいだから、私は、あれなんですね、狼の女性らしいですね。これちょっとオートランできない。そのマップとかも、まあいいよ、とりあえず。OK、いってるね。ジャンプとかはどっかでできる。まだできない。フル、はい、ハートがあるから、悪魔城的にはハートはなんかの、あー、でもなんかジャンプあるよな。ジャンプあるな。ちょっとそっからなんで、ちょっと申し訳ないですね。オプション、コントロール、アクション、ユーズオープン E、そのまま、スペシャルアタック R、セカンダリー、セカンダリーとスペシャルアタックが別、ターンレフト、ターンラグ、ジャンプ、ジャンプを、ちょっと、これでいいですかね。これにさせてくれ。いったら OK。 で、ああ、そう、ああ、でもなんか普通にドゥームでジャンプしてるのとちょっと感覚が違うな。そこも書いてあるのか。これは何、狼、犬。とりあえず一撃のセカンダリーキック、おお、あ、蹴りながら前に出ると。あ、ちゃんとあれですね。獣っぽい足してますね。悪魔城だから、なんか壁にアイテム持ってたりするのかな。あ、お城あるじゃん。うお、なんかいるな。敵だろ。おお、来たな。HP が、ドゥームみたいな感じじゃなくて、ああいう線なんですね。線これはもしかして、あ、やっぱりハートが出てくる。ああいうゲージなんですよ、ポイント風の。なんかあるのかな、ここ。なんもない。ちょっと追いかけられるの嫌だから倒すんだけど、あっちにもなんかあったよな。あ、お肉だ。先にこっち見よう。あ、鍵だね。鍵ゲット。肉だから、悪魔城だんで肉は回復だろうけど、これ木とかは痛い。なんかいる、なんかいる。いや、ちょうどいいや。これで肉がどれぐらい回復するか見よう。全回復 OK。 でシークレットなんか、今のはちょっと待って、せっかくなんだからセーブしようか。で、お城に向かってるんだもんね。
なんか扉、なんかさ、さっきのところ怪しいんだよな、そこ。ん？ここなんかないのかな。あ、ジャンプしてダッシュできる。あ、できるね、オッケー。これはシュレインでもやったアクションですね。なんもないの。あら、無限脇かな、これ敵は。なんもないっぽいな。無限脇っぽいな。ちょっと枠前に行っちゃうか。こういうとこもなんもないよね。マップの表示は後で変えときたいな。それは後でいいや。はい。うわっ、ボスか。うわっ、あ、そうか。湧いてるもんな。あ、そうだね。悪魔城って湧くもんな。じゃあ、あいつボスか。痛い。あー、セーブしたところからかな。ハートを使うのって、これはハート使ってないもんね。 R がスペシャルアタック。あ、もうなんか持ってんだ。聖水だな。いや、なんか回りながら殴ってた方がいいんじゃないか。あー、よし、わかったぞ。一回開ける。ぐるぐる回りながら、なるべく距離を取って、よし。で、あ、違う。あー、肉がある。全回復はさせてくれるんだ。落ちたら死ぬかな。ちょっと、あー、生きてる、よかった。なんかある。なんもない。破壊してなんかとかないのかな、悪魔城っぽく。あ、登れない。あ、登れたか。オッケーオッケー。なんもないのかな。で、第2ステージ、これちょっとオートセーブ入ってる。あー、入ってるの。オッケーオッケー。来たね。新手だな。お、投げてくるね。あ、同種種目あるんだ、これには。どうだろう、どっちが勝つかな。同種種か。同種種、まあ要するにあれですね、敵の攻撃が食らったらそのまま仲間割れするんですね。大丈夫。なんか隠しとかないかな。ドゥームだし、これは調べないとダメかな。そういう話じゃない、そういう話じゃない。まあいいや、そんなにも困ってないからな。うわお、このね、振るまで、クリックしてから振るまでにちょっと時間があるのがね。ああ、お肉、いや、まだ取らなくていいか。ちょっと後で。びっくりした、なんか入っちゃいけないところに入っちゃったかと思った。火山かな、そこは。来るね。お墓かな、ここは。お墓は何かあるかな。とりあえずそこは鍵がかかってる。あ、ハート20個が最大だ。あ、なんかいるな。あそこにあるな。あそこに行けるな。
そういうのじゃない。おっと、鍵だ。ちょっとじゃあ、開けてからにするかな。おっと、これ多分敵湧くんだよな。戻れなくなることはなさそうだけど、今のところは一応で、赤い扉、うわ、あいつだよな、一面のボスだよな。もうザコになって出てきちゃったか。届かないね普通に。さっきグーグル回れてたのかな。あ、そうだ、距離ってどれぐらい強いんだろうな。うん、結構使うね。これ棺、せこせこ行った方がいいのかな。ああ、湧いてるね。なんか落とすわけでもないだろうしな、こいつらも。こっちにハートあったっけ。ないか。ボスだ。何やってくる。あー、でも撃ってくるな、撃ってくるんだな。このせこいやり方で大丈夫かな。いや、やめろか。あー、いや、ここ引っかかった。おー、なんかすごいいっぱい撃ってくる。あの腕振ってるのもなんか近接攻撃っぽいんだよね。よしよしよし、やったやったやった。はい、はいはい、サクサク進むが全部難面だろうな。シュレインの一作目とかと、あ、なんか登れる、ここ登れない。一作目と同じ感じだったら、あれ全10面とかじゃなかったっけな。そんなにボリュームなかった気がするんだよな。一作目は、二作目すっごい長かったっけど、すっごい長かったって言い方なんだな。なんか普通のあのワッドぐらいの長さはって気がするけど、こっち怖いね。ちゃんと高低差あるな、これ多分。投げちゃうかな。うわー、すごい飛んでくね、投げ方によっては。当たらねー。 2使ってんだよな、ハート。倒してる、倒してはいない。あ、倒せてる。ダメージは斧の方が強いんだけど、犬は倒せる。怪しいんだけどな。いけない？塔の上を登れってか。ああ、違うな。はい。音楽いいな。しかし、ちょっと待ってくれ。これ下落ちたら死ぬ。あー、死ぬね。こっからまあ悪くないぞ。楽しいからそんなに苦じゃないぞ。まず犬を
蹴散らして、キングスフィールドで嫌というほど鍛えましたかね、こういう振りの速度が独特の近接武器を使っての多い戦いはやったな。この先でやられたんだよな私は。いやこういう時は GZ ズームなんだからどこでもセーブできないから、これをちゃんと使おう。積みゲーを崩すキャスなんだから。あぶね、いや引っかかったな今。ああれやあ、ちょっとあいつさもうこれでやっちゃわない。あ、どっか行っちゃったあいつ。いやーもういいや。あー惜しかった。あー最近 FPS やってなかったからね、こういうドゥーム系の。待って、これ当たり判定があるんだよね、この食材に。こうお肉欲しいな。敵？あー敵だ。肉が欲しいなー。うわー、あーくそ、あーもうハート取り忘れない、ない、ね、肉欲しいんだけどなー。ボスだろこれで。あやばい、なんでずれちゃったかな今。あこっからか、あーくそセーブしてなかったんだ。あれなんか今変な入力されたな、大丈夫かな。あ、うわっ、あー、くそ。あそこの壁、あー壁に向かって飛びたいんですがね。オッケなんかそろそろ肉が分かりづらいところにあって取り逃してるとかがあるかな。くそ、一応あれがボスのような気はするので、ラーヤー、うん、一面のやつだな。あ、くそ、そっちだ。あーあーセーブはしといてよかったな。まだボス戦じゃないな多分。なんか扉あったしね。くそ、手前に落ちてしまったな。まあ主演にいそうなデザインしてんだよな。鍵だ。あ、届かない。あ、さらんね。これでいいか。あー、あ、やべ、こっからかよ。
まあいいか。もっとこまめにセーブした方がいいかな。一応そこもだから死ぬ恐れのあるところはちゃんとセールしましょう。鍵ゲット。待って、なんもないね。あれお肉ないのかな、取り逃してる。いやまだ道があるな。うわ長いねこのマップ。たまにすごい届くんで、あ打ち消せんのかな泡。お、あーオッケーオッケーオッケー。やっぱ滝はね、裏入ってみないとね。どうし打ちしないかな、あれで。してないかな、どうし打ち。そんなせこいことしない方がいいか。まだここ穴開いてんな、よく見たら。まだドゥームだったからよかったけど。高いね。あー危ねえ。ボス戦かな。だーだよね、なんかでっけえな。怪獣だ、怪獣と戦えるのはいいぞ。あーよく見るとあれだな、女の体がついてるな、カニの上に。あいつの親玉か、このなんか女の化け物みたいのがよく泡打ってきたけど、ちょっとあれ引っかかってる、なんか食材か。よしよしよし、よし。これがちょっと待って、あ打ち消せるの。やっぱりあよく見るとカニの手してんのあいつ。やっぱりそう、あいつの親玉か。3つ落ちればあったから234面をクリアして、これが5面か。ここで終わるかな。いやそんなことはないな、まだお城あそこだしな。どんなに短くても6面かな。ないない。いや下があるな。おや？あー、うん？スライム？スライムだな。まずあいつ。やべ、いっぱいいる。あ、ちょっと、同士打ちしない？お前ら。あ、行ってくれてる？あ、ちょっと、なんでそんなにいっぱい。いや、人玉だな、人玉？わかんない。あ、ちょっとなんか。ちょっと待って。あー。
なんか集落みたいのあったね。結構トゲ遠くから狙撃してくるんだよな。あーすっげえ、ジャンプしちゃった。当たんねえな。怖いから近づきたくないんだけど、そんなこと言ってないで。あ、なんか右にたまに流れんな。なんか設定ミスってるかな。まあいいや、右じゃないか、左か、左にたまに流れんだよな。あー違った、こっちを打ちたかったんですけど。あ、ちょっと喧嘩してて。うわー、なんか飛んできてたな今。うわ、あー、そうか、打ち消せるから蹴りを入れてもあの泡に当たっちゃったら勢いを殺されちゃうのか。あー、くそ、危ない危ない。ああ行き過ぎ。そもそもあそこを越えたところでセーブしよう。危ないんだから、足場が悪くて。ああ、もういやー、別に普通に投げても飛距離は変わらんしな。あー、ラグだ、ビビりすぎなんだよな。でも高い FPS でジャンプアクションをさせるなっていう宗教に入ってるかな私は。あー危ない、敵に乗ったな今。範囲攻撃っぽいよなあれ。で、このなんか浮いてるやつちょっと怖いな。まだ何やってくるか分かんないから。よし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 、タコラグに抑えてる。あいつでこうやってなるべく、ああ、どうなる？あれ集落だね。なんかかわいそうだな。あー、あいつ近接攻撃持ってないんだろうな。あー、ここでお肉か。あー、でもこれ鍵かかってるな多分。そうだな、イエローキー、あっちからだな。それは赤い鍵。ああ、ある。登れない。お、喧嘩してる。
溶岩だな。ドゥームっぽくなってきた。いっぱい来るね。赤いハギだな。これで帰りにお肉食えばいいか。そんなに意地悪な隠し方はしてないっぽいですね、このゲームは。これ何なんだろうな。何もしてこないのかな、実は。まあ、噛みついてきたりはするだろうけど。で、ああ、ボスじゃないけどいっぱいいるね。届かないんだよな。湧いちゃうしね。この狙撃してくるやつが湧くのは良くないな。うわ、あいつも湧くのかよ。あ、引っかかってる。中に入るが正解っぽいな。あー、そうかな。中に入るが正解かな。湧いちゃうからな。こうやって立ち回るか正解かな。もうだいぶ体力減ったぞ。でボスじゃん。あ、引っかかってる。なんかなんやこのなんかクツルっぽいやつ。このままうまいことパターン入っててくんないかな。あ、引っかかってる、引っかかってる。硬い。そして、あ、引っかかる。なんかすごい引っかかってる。あー、よかった。これもし見てる方がいらっしゃったらどう映ってるんでしょうね。私今すっごい手に汗握ってたんですけど、なんかただパターン入って余裕でやっつけてるみたいに見えてるかな。あ、まだだ。全然先があるね。セーブしといて。私これどれぐらいやってます？あ、もう30分超えてんのか。どうしよっかな。なんかでもそんなに長くない気がするから、ちょっとこの枠は一旦ここで終わりにしたいと思います。ではお付き合いいただきありがとうございました。終了いたします。